カースティコベントリー2018カースティコベントリーはジンバブエの競泳選手。白人。アメリカ合衆国を拠点に活動している。ジンバブエの首都であるハラレ出身。高校在学中に2000年シドニーオリンピックに出場し、ジンバブエ競泳選手として初めて準決勝に進出。高校卒業後、アメリカアラバマ州のオーバーアーン大学に進学。 2004年アテネオリンピックでは、女子200メートル背泳ぎで、金メダルに100メートル背泳ぎで、銀メダルに200メートル個人メドレーで、銅メダルに輝いた。この時、ジンバブエのロバート・ムガベ大統領から、ゴールデンガールと称賛された。2008年2月16日、アメリカ合衆国ミズーリ州で開かれた大会、ミズーリーグランプリでは、1991年に、 ハンガリーのクリスティーナ・エゲルセギが出した世界記録を16年ぶりに0秒23縮め2分6秒39の世界新記録をマークした。同年の北京オリンピックでは200メートル背泳ぎを2分5秒24の世界新記録で連覇して金メダルを獲得。100メートル背泳ぎでは準決勝で58秒77の世界新記録を出したが決勝で敗れて銀メダルとなった。 北京オリンピック後、ロバート・ムガベ大統領から10万 US ドルの報奨金が与えられ、一部をチャリティーに寄付した。2012年ドンドンオリンピックの開会式では、ジンバブエ選手団の騎士を務めた。2013年7月、国際オリンピック委員会委員に就任。ありがとうございます。